女子トイレの事件はまだ謎。なっちゃんが関わっているのは確か。他に手がかりになるも、リンゴジュース、ガキの子、メガジョサアタレア、おぶんた探しま、またここに、うん、南瀬、噂にはきっと休みな、なっちゃん熱心にし、部員がなっちゃんがゆっとりに、北校舎の女、もう一度あの女、あれあの女もう入っ、いやに、もしかし禁煙、北校舎なっち、きさめが暇でい、高宮バトソンはわ、エリカと呼んでくだ、今日もどういう、なっちゃん金がおか、風が秋もこんな場所どうします、なんて私探偵なんて、こっちはまあ私は言うになれり、そう散らかってるな、アミングチの答案だ、92点、意外にも頭いいなあいつ、いやこれを丸めて捨てるやつだぞ、嫌味な野郎だ、うん、私につきまとうナンパなボンボンさ、そのくせ桜じゃ万格らしい、メガネ情報札、あたしメガネ情報、なっちゃんしない、ちょっといいかな、こいつファイルで見た監視対象だ、確か薬師寺、全然普通だな、何ねん、あ、メガネのさ、あ、確か何、いや、こばいふこきす、ちょっいいかな、あのさ、何です、あんたみんなあれか、そうか、もしそのスケバ、え、襟のとかの、お前もう一、あれあの、もう、いやに、なっし、ここに、
何かよ。病気そんな元ねえもそどん。あの関係者以外立ち入り禁止です。ああだろうな。あの関係者以外あの子がいると部室にあいつに頼むしかないか。陸上部の部室を調べたいが女子部員に止められちまう。私におとりになれと。ダメか。とんでもない。私と高宮さんはパートナー。必ずや期待に応えてみせますわ。すまねえな。私が部室に入るまででいい。終わったら待っていてくれ。ちょっとお尋ねします。何でしょう。南さんのことで。あなたもですか。あら、私以外にも。ええ、まあ。夏乃の何が聞きたいんですか。そうですね。あれ、陸上部の子はどうしたんだ。あの子なら先輩に呼ばれてそちらへ行きましたよ。小さく名札がかかってる。なっちゃんのロッカーだ。このノート、さっきクラスのやつから聞いた熱心に書き込んでたってノートだな。小さくなっちゃんの特にこれといったものはないな。これは宇宙史に残る重要な調査記録である。ついに私は運命と出会った。彼は宇宙から来た地球外生命体。宇宙人は実在したのだ。有害生命体。これはなっちゃんの創作の物語だろうか。まさか本当に宇宙人に連れ去られたなんてことは。これはついに彼は宇宙。これは宇宙遥かに進化し彼らの技術で作られたタイムトラベルの入り口が時坂神社にあるなんて。時坂神社。なっちゃんはこの神社に行ったのかも。ともかく手がかりだ。なっちゃん、ともかく。これは彼はロボットを探している。17番騎兵と呼ばれる彼らの乗り物で悪い宇宙人と戦うためのロボットだ。17番騎兵。
ロボット、もしかしてこれメガネが言ってた敷島の兵器と関係があるのでは。待ってろ。そうは、もうあれ、あの女、もういやに運動部の部、ここで部員たちの熱い団結のドラマが。メガネ、ジョ、サ、あ、メガ、情報、サツ、あたし、話し特機な高宮だ、聞いてるだろ。学生の潜入要員というのはお前か。私の監視じゃなさそうだな。何があった？ここに敷島の機密データが持ち込まれたと分かった。例の兵器の？し、こっちはいい、自分の任務を遂行しろ。もういあれ、あの女、もいやに、今回の事件の犯人、人物像が見えてきました。きっと悪いやつです。今回人、きっと悪い、学生、私の何、ここに持ち込む例の、こっちは自分の、何、いや、
尾形。なんだよ、また来たの。ハンカチはもう乾いたか。てめえバカにしてんのか。相手してる気分じゃねえんだ。用がねえならあっち行ってろ。相手してる気分じゃねえんだ。用がねえならあっち行ってろ。もう一度。あれ、あの女子もう入っても何も。嫌にた。私よくないと思います。ここにいろ。話しかける。黒服はいないな。午前中には見かけたんだけど、午後から全然見ないから。黒服さん帰ったのかも。そうあってほしいね。俺は別の世界から来た人間で、森村千尋が話していた次の作戦、イージス作戦が実行されると、この世界から脱出ができなくなる。それで俺が殺したのか、森村千尋を。冬坂伊織は俺に好意を寄せている。どうやら俺の方は彼女の告白にまだ返答をしてない。俺はどうするつもりだったんだ。森村千尋、31歳、桜高校養護教諭、四季島の兵器開発に関与、重要人物とある。死んでいたのはこの人だ。折りたたまれた紙には2列の数字の羅列が。4436853214。何の数字だ。何かのパスワードか。持ち手の部分にエンブレムがある。車の鍵だろうか。蛍光 NM C0204 とラベルに印刷されている。
プラスチック製のボトルの中は空っぽだ。パワーを低く設定すれば相手を殺さずに済む。不思議だ。俺はこの銃の扱い方がわかる。古い型の送受信機、いわゆるトランシーバー。通信範囲はそれほど広くなさそうだ。学校に部外者が入り込んで問題ないのか？ダメなのかな。でもその制服、未来の桜高校の制服なんでしょ？部外者じゃないんじゃない？ねえ、未来の桜高校はどんな感じなの？未来？そうだな、新しい校舎が建っているはずだ。はず？いずれ自分の目で見るといい。なんかずるい。誰でも保健室には入れるのか？先生がいないから今は閉まってるけど。任せて、なんとかするから。あれ、あんた、ビオリ、何やってんの？ウサミちゃん、なんでこんなとこに？彼がね、学校見たいって言うから案内してるんだ。ああ、そうなんだ。行くね。うん、じゃあね。俺の映像を持ってきたあの子だと思ったが、なんだ？別に。どうしたの？いや、気のせいだった。開いたよ。薬、蛍光、N。引き出しに鍵がかかっている。何を探している？生徒のカル。他にこれといったものは？保健室の鍵貸してもらうのに膝すりむいた生徒がいるって先生たちに嘘ついちゃった。あ、どうした？今部屋に二人きりだから。あ、
A 君が探しているのならきっと何か大切なものだよね。机の鍵、職員室に予備とかあるかも。もう一度何とか理由をつけて貸してもらってくる。ラベルは少し違うが、内容表記に蛍光 NMC0204 とある。俺の拾ったボトルと同じ薬だ。生徒のカルテ、死ののめ、C0204の投与。森村は生徒にこの薬を投与している。死ののめ涼子、他にもいるな。網口修二、泉十郎か。鍵があったのか。保健室は休みだ。空いてるのは説明してもらいたいな。お前も黒服の仲間か。あなたに頼まれたのよ。俺に？何これ。待って、関ヶ原、撃っちゃダメ。めぐみも何やってんの、もう。あ、めぐみ、気になって追っかけてみたら、あんためぐみに何したの。何も。一人でうろうろしてるの。いおりどこ。君こそなんだ。おせっかい焼きに来たのよ。私、めぐみ探す。あのおさげの娘、やはり覚えがあるぞ。どこかで、くそ、はっきり思い出せ。そうだ、あれは。この部屋、電気がついてる。この廃墟に誰かいるのか。ここがどこかこの端末で分かれば。ドロイド、これもドロイド。研究データだな。あった、四季島技研第六研究所地下6階。ここは四季島の関連施設か。現在時刻は2104年。40年後の未来に俺は転移したのか。ドロイド、このロボットの研究所なのか。なんだよ、さっきから頭痛がひどいな。転移の影響か。これはヤバそうだ。こっちからも。この廃墟に誰かいるのか。ここがどこかこの端末で分かれば。ドロイド、研究、指揮士、ここ、現に4。
ドロイド、このロボットの研究所なのか。なんだよ、さっきから頭痛がひどいな。転移の影響か。これはヤバそうだ。こっちからも。死にたくないならうろうろするなよ。地上は致死量の放射能で死の世界だ。上に出てれば今頃血を吐いて死んでる。君は誰だ。見ての通り、おせっかい焼きさ。地下収納庫に転移した騎兵を調べた。お前は状況をどの程度理解している。理解も何も突然ここに来た。何があったのか俺にはわからない。結論から言おう。騎兵は、というよりお前は、コード DD426 に侵されている。コード DD4、 なんだそれは。お前の体の中のナノマシンに追加されたプログラムだ。作用としては、ナノマシンの一部を物理的に切り離す。その部位は脳の記憶野に結びついていて、引き剥がされるにつれ脳自体がダメージを負う。記憶を失うか、悪ければ廃人だ。まさかここに来てから妙に頭痛がするのは。にわかには信じられないが、さっきから頭痛が収まらないのは確かだ。最悪の場合は廃人だと。一体誰がこんなことを。元に戻せないのか。コードを消すとか無理だ。お前たちのナノマシンはアクセスが制限されてる。追加されたコードやすでにあるプログラムを消去したり否定することはできない。廃人までにどれくらい時間が残ってるんだ。汚染濃度によるな。汚染されたあの騎兵にどのくらい乗っていたか。濃度が低くても全体が侵食されるまでの時間はもって1ヶ月、早ければ数日だろう。数日治せはしないが、作用の遅延は可能だ。幸いここにはナノマシンのラボもある。地下にある中枢のデータ解析で得た未来の技術を研究する施設だからね。一時的に作用を保留する追加コードは作れる。本当か。取引をしよう。何？少し頼みを聞いてくれ。頼みというのは難しくない。ここから連れ出してほしいんだ。転移装置はナノマシンを持つ君たちしか使えない。この廃墟に一人でいた女の子が一人で。そうか、最終的に皮をかぶせるのか、このドロイドは。ああ、これか。この皮膚の破損は目立つな。これではバレても仕方がない。確か沖野が言っていた、ドロイドを盗んで逃げた AI がいると。沖野司か。 DD426 のことは彼に聞け。一番詳しい。沖野が。それでどうする、取引は。俺に選択肢はないだろう。決まりだ。すぐに頭の薬を処方しよう。
取引を忘れられては困るからな。つけられてはいないな。さてどうする。赤い眼鏡でおさ俺の学校にいた。あの学校で、それに雰囲気も少し普通。先客だ。人の多い友女DD42 記憶喪失のゲッターが誰がどういう応答しろ。聞こえるか。敵が応答してくれ。何か用か。学校に足を運んだようだな。うろうろするな。捕まるぞ。何をしに行った。殺した相手がどんな人物か調べに。先に説明しておくべきだったな。他に誰かと会ったか。いや、信じよう。仲間に嘘はつくまい。仲間覚えてはいないんだ。君と私が協力するのは殺し画家。結果的に芸術作戦を阻止できた。誰も信じ続いてはいないんだ。別のセクターから来た者も森村に騙されている。全滅した後ではやり直すことはできない。そのために君は私の仕事を引き受けたんだ。仕事？とあるデータユニットから重要な記録を引き出そうとしていた。だが状況は変わった。脱出の阻害となるデータユニットを破壊してほしい。ユニットはおそらく桜高校のどこかに隠されている。1年 C 組の南夏野を調べろ。命令か。いや、情報提供だ。取り返しがつかなくなる前に誰かがやらねばならないんだ。みな、男からの情報は名前とクラスのみ。ユニットを所持しているか、その手がかりを知っている人物。うさんくさい男だが、記憶を取り戻すためだ。しばらくは付き合ってやる。明日の放課後学校へ行ってみよう。あれ？なっちゃん、どうしたの？ちょっと人待ってて。美和子たち？ううん、そっか。じゃあお先に。うん。脳内にダメージを、ナノマシンの最終的に記憶を失うか、俺の記憶喪失の原因に間違いないだ。エイク、俺を待っていたのか。うん、来るかなって思って。君に謝らなきゃならない。そっか。やっぱり私じゃ。実は記憶がないんだ。え？昨日も知ってるふりをしていた。え？様子を見たのには理由がある。誰が敵かわからないからだ。君は違うよな。何それ。
協力してほしい。もちろんよ。だけど、もうなんですぐに言わないの？すまない。南夏乃という1年生を知っているか？なっちゃん？なっちゃんなら A 君が来る前にここで話してたけど。あの体操着の、さすがにもういないか。なっちゃんを知ってるの？いや。このメモに見覚えは？見たことない。いおりちゃん。あ、みおちゃん。あ、はわ、な、みわちゃん、落ち着いて。彼とうまくいったの？え、いや、そのえ、A は？え、まさか B まで？ダメだよ、いおりちゃん。みわちゃん。あ、取り乱して。みわちゃんらしいよ。いおりちゃん、頑張って。うん、ところでそれ、あ、この数字何かなって。どれどれ。うん、これあれじゃないかしら。このメモの数字がわかるのか？教えてくれ。先月から始まった電話サービス、伝言ダイヤルだと思います。電話にメッセージを記録できるやつ？うん、ママがね、仕事で遅くなるときに使ってるの。お邪魔だよね、いおりちゃん。あ、ミワちゃん。伝言ダイヤルか。記憶のこと、何か俺から聞いてなかったか？ううん、いつもあなたは突然現れてさっと消えちゃうから。あ、でも最後に別れた時、何か言いたそうな顔をしてた。このことだったのかもしれない。冬坂さん。黒部君、バイバイ。あいつは泉十郎。薬師寺。ナノマシンの処置を受ける男と俺に銃を突きつけた女か。やはりあいつ何かある。森村千尋の働い、俺の持っていた薬と同じ蛍光、桜子、そして篠野の3人に。俺は別の世、森村千尋、イージス、この世界から大森村千、冬坂伊織は、どうやら俺、彼女の子か。俺は皆、彼女が持ち来る未来の地、あの泥古いか通信班。A 君、どうしたの？少し気になることがある。組織と関係があるなら何かわかるはずだ。表札は比べ、ここに二人で住んでいるのか。配膳は三人分。三浦君、お夕飯の支度。また会ったな。人を平気で撃とうとするくせに、狙われるのは慣れてないようだな。俺を撃つよう俺が頼んだだと。
どういう。私はそう聞かされただけ。誰に俺を撃つよう指示された。知ってることを喋れ。それはやめろ。ダメ、撃たないで。脅かすな。死にたいのか。十郎、なんだ君は。勝手に上がり込んで。思い出したぞ、君は時坂神社で。俺は今この女と話してる。下がってろ、泉十郎。泉、違う、僕は比べ十郎だ。邪魔だ。十郎、スタンガンだ。死にはしない。説明がまだだ。自分で聞けば。黒幕はテレビの上よ。テレビ、しょうがねえな。いや、猫が喋るはずはない。どういう仕組みだ。最近は人より猫の方が賢い。愚かじゃないのさ。お前みたいに騎兵を手放してゲームを降りたりはしないからな。ゲーム、怪獣と戦うことがか。逃げることばかり考えてたお前がそれじゃダメだと気がついた。きっと記録でも見たんだろう。記録？そう、揺るがぬ真実だ。それでお前は俺に泣きついた。もう一度ゲームにエントリーさせろってな。俺が？お前を狙ったのはナノマシンの注入銃だ。約束通りお前を戦場に戻してやる。逃げるというのはこの世界からの脱出のことか。さあな。記録というのは何だ。すっかり忘れて面倒なやつだな。聞いてみろよ、後ろのやつにも。貴様、何をしている。三浦君。関ヶ原。三浦だと。また会ったわね、17番機にもデータ更新。第三世代前期に出そうだ。玉尾さん、あなたの話報告はしないでおきます。これ以上の詮索はやめておきなさい。そうもいかない。一つお願いがあります。もし私に私との回線は開けておいてほしい。分かったわ。いや、18番機のリフトにもいたが、比べ玉尾、彼女は何者だ。18番機の搭乗者だよ。18番機兵は AI 操縦のはずだろう。私を番号でなく。元は人間だったと話してたじゃないか。私を信じてくれるか。関ヶ原、相談したいことがある。なんだよ改まって。君にも話しておきたいんだ。邪魔が入らないよう。この高さなら
お前のいかつい顔がよく見えるぜ。それで円盤の中枢の話を覚えているか。地下にある円盤のコンピューターだろう。作ったのは2188年の人間だ。飯田たちよりもっと未来の人間、違う時空の人間であることは確かだ。私は中枢のデータを独自に解析し続け、2188年とされる膨大な記録を見つけた。解読はまだ一部だが、全て解析されれば一連の出来事の原因が判明するだろう。世界を救う方法もわかるかもしれない。本当か？本題はここからだ。その中枢の記録データが隔離されアクセスできなくなった。データを隔離したのは森村千尋で間違いない。森村が？おそらく我々に知られたくない情報があった。世界を救いに来たんじゃないのか？彼女には我々とは別の目的があるようだ。アクセスする方法が何か？いろいろ試したが無理だ。何も分からずじまいなのか？ここからは玉尾さんも知らない秘密だ。記録データはもう一つある。私の頭脳にコピーされたデータだ。17番騎兵の記憶領域にバックアップを取ったのか？森村に知られれば消されるだろう。データを隠したいのは森村だけとは限らないぞ。だから君に頼むんだ。もし騎兵が大破したら必ずメモリブロックを回収してくれ。いざという時は頼む。分かったよ。ところで君は何の用で来たんだ？ああ、システムの更新だ。すぐ終わる。関ヶ原。なんだ？私たちは友達だよな。ああ、そうだ。友達だよ、三浦。わかった。つけられてはいないな。さて、どうする？よく考えろ。赤いメガネでお下げ髪の少女、俺の薬 NMC0204 を作った。学校にいたのはあのドロイドだ。あの学校で何をしているんだ？それに雰囲気も少し違っていた。記憶喪失の原因に間違いない。だが誰が、どういう意図でこんなものを。森村千尋の働いていた保健室にあったもので、俺の持っていた薬と同じラベルには蛍光 NMC0204 とある。東雲涼子、脳内ナノマシンの剥離遅延処置及び記憶結合の強化、 C0204 と C22 2種類か。 C0204 は俺の持っているものと同じだ。最後に投与されたのが1週間以上前だ。彼女は今どうなってる？
薬がなければ彼女も記憶が。網口周、投与されたのは NM 薬 A8076。 ナノマシンの薬だが違う薬だな。投与は1回、移植率 20% とだけ記載されている。泉十郎、薬を2種類投与されている。 NM 薬 A8075 と A8075 の投与は4回、5回目以降は薬を B01 に変えている。 B01 比べ玉尾が合成。俺は別の世界、森村いこす森冬どかの森コン南この時間朝にこねぼ落ちくるみるあのよ俺はで記録を。普通の警官、人の多いともよ。思い返してみる、この銃、未来の地下施設でドロイドが使ったものと同じだ。君、今手に持っていたものを見せなさい。おとなしく懐のものを出すんだ。なんだこれは。少し調べさせてもらう。くそ、待ちなさい。警官はうまく負けたようだな。走りここへ戻ってきたのか。森村が死んだことは報道されていない。死体は黒服たちが片付けたのだろう。俺がここで殺したとして、その時俺は黒服に追われていた。森村をここに誘い出したのか。どうもしっくりこないな。脳内にダメージを負わ、ナノマシン採取、俺の記憶喪失、桜高校の生、そして死、3人に皆彼女が言う古い方の疎通し、ここで見つけた証拠品にまだわからないものがあるな。これは俺が持ってエンブレムのついた鍵。俺は車にでも乗っていたのか。お、エンブレムの部分がボタンになっている。押してみたがどこかで音がしたとか、近くにはないだけか。このメモの数字は伝言ダイヤルのボックス番号とパスワードだ。なんだ、誰も乗っていないバイクが。もしかして鍵のボタンで来たのか。音声認証登録者、ロックの解除には鍵が必要です。音声ナビ、いや違うな、自動運転の。おい、ロックの解除、ロック解除、音声で応答できます。次の目的地を指定しますか。おい、これは誰のバイク。四季島 SXR NR、 運転登録者は関ヶ原栄、森村千尋、以上2名です。俺と森村、このバイクに乗っていたのなら俺がどこにいたのかが分かるはずだ。移動の記録が残っているな。表示できるか。走行ログ表示。地図上を随分うろうろしてるが、何度も訪れている場所は2カ所。桜高校以外では
一箇所だけだ。目的地にセットしますか。ああ、その場所に案内してくれ。おい、俺は何か残していないか。すみません、もう少し正確に表現してください。メッセージを記録していないか。関ヶ原 A の記録が2件あります。本当か。再生しますか。ああ、やってくれ。見つけたか。俺の、つまりお前の勘が当たった。このメッセージを残すのは万が一のため。予想より早く記録を失った場合を考えてだ。脱出のためにお前がやらねばならないのは、2188年の記録データを手に入れること。そしてもう一つ、こっちが優先だ。森村千尋のイージス作戦を阻止すること。森村は表向きの職業として桜高校で養護教諭をしている。必ず止めるんだ。頭痛がひどい。残り時間は少ない。新たに分かった情報を残しておく。冬坂伊織がゲートにアクセスした履歴を確認した。使われた ID は森村の生体 ID で間違いない。冬坂伊織が森村千尋だ。それじゃ俺はイージス作戦を止めるのか。どうする。そんなの決まってる。そうだろ。再生終了。冬坂が森村、どういうことだ。俺は何をする気だったんだ。目的地に到着。案内を終了します。ここか。こんな場所に何があるんだ。はい、目的地はこの。誰かと思えば関ヶ原か。また面倒を起こしに来たのか。お、いや。さては、ついに記憶がなくなったか。お、なぜそれを。その様子じゃちゃんと思い出せてないな。よくここまで来れたもんだ。俺はここで何を。おかしいな。どいてどいて。君は。やはり 32% 程度ではうまくいかないのか。僕はわかるだろ。いや、そんなわけはない。集中して。おい、沖野。僕の顔をよく見て思い出すはずだ。待ってくれ。これはまさか。2104年の地 DD426。 第三世代19番騎兵じゃないか。こんなところに転移していたとは。この建物は騎兵の格納庫なのか。君のしつこさには負けたよ。
やはり沖野だ。こんな格好までしたのに見つかるとはね。あの事件以来隠れているのか、セクター5に。DD426 の作用を止めたい。お前は詳しいんだろ、 DD426 のことに。あの戦場で撒かれたコードだ。君は撒いた犯人を知っているか。いや。どうだかな、僕が身を隠す理由だよ。誰も信用できない。もちろん君もだ、関ヶ原エイ。お前も戦場にいたのに症状が出ているようには見えない。君もそうだ。俺は作用を抑える薬を飲んでる。薬？これだよ。なるほど、優先処理の追加コードか。それでは治せない。そりゃそうだ、無意味な処理で時間稼ぎしてるだけだ。お前は治ってる。作用を止められるんだろう。それは無理だ。1年前くらいかな、426の作ったこのコードを見つけた。 DD426 をね、 D コードを分離するため。それであの戦場では効果がなかった。僕はすでに記憶を失ってる。嘘をつくな、記憶喪失には見えないぞ。記憶を自分のナノマシンに移し、僕と同じ人格を持つよう模擬人格を作ったんだ。お前は沖野の真似をするプログラムなのか。元が模擬人格でも今は脳に定着してる。今の僕は沖野司だ。沖野司の記憶を持つ沖野司の君から見れば何も変わらない。だが別物だ。以前の沖野とは違う。人間は常に変化するものだ。記憶を失わなくとも以前とは違うだろ。やれやれ、僕を探して君が大騒ぎしたせいで同時博士が僕を拘束しようとしている。君にも見つかったし、ここが引き際だな。おっと、ちょうどいい。お肘山くん、ここよ、助けて。おい、キリコさん。彼が。なんだ貴様は、どこから入った。あとはお願い。待て、沖野。貴様、機密を見られたからには同行してもらうぞ。お気の目。お気の。思い出したか。お気の司、セクター5でお前に会った。いいぞ。お前は AI だ。ん？それだけ？肝心なことをまだ思い出せてないな。もう一度よく見てみろ。沖野、体をくっつける必要はないだろう。嫉妬している奴がいるが気にするな。誰が。思い出せ、関ヶ原エイ。君がここに何をしに来ていたのか。具合はどうだ。頭が割れるようだ。薬は聞いてない。あんなに飲んでてもダメなの。準備できたぞ。一つ聞いておきたいな。嫌がっていたようなのに
結局この方法に頼る心変わりの理由は何だい？何も変わっちゃいないさ。こんなのは最悪だ。だが忘れたくないことがある。お前のその憎たらしい顔とかな。その記憶はしっかり保存しておくよ。手順をもう一度説明してくれ。いいだろう。君に記憶抽出のコードを追加する。記憶は随時保存されるが、意識そのものは保存できない。だから模擬人格を作って。記憶の保存だけでいい。 AI に乗っ取られるのはごめんだ。君と同じ思考結果になる模擬人格が脳と連動する。つまり脳の補助を行うんだ。意識の在り方、思考の仕方を脳に学ばせて、最後は君自身の脳が判断。俺は模擬人格はいらない。では記憶のみ抽出する。抽出した記憶は君のナノマシンに格納される。 D コード V が剥離した時接続するようセットしておく。脳の損傷が予想よりひどく、廃人になったら無意味ではあるが、記憶の保存には脳内のマップが必要だ。ここにある機材では1回のスキャンはせいぜい 30% 前後だ。何度か通う必要があるぞ。始めよう。そこに座って。君の脳内のマップを作成する。あいうえおから行こう。あのつく言葉を思いついた順に言ってくれ。それに関連することを思い浮かべながら。ああ、赤、雨、明日。受けられてはいないな。さてどうする。古めかし。伝言サービスの数字だったとは、一体誰からのメッセージなんだ。なんてなかった。もう過去にとらわれるな。今のお前が未来を選択しろ。俺は関ヶ原エイ。お前だ。これを聞いてるお前は記憶を失い混乱しているだろう。だから俺は親友にメッセージを託した。彼はおそらく南夏野と共にいる。もう時間か。最後にこれだけは覚えておけ。仕事を完遂しろ。俺たちのためだ。いいな。どういうことだ。呼びかけてきた男は何者だろう。俺はあいつに指示されて動いていたのか。データユニットから記録を引き出そうとしていた。一
人の多い駅とも上。みあ伝言サービス南の鍵信じる。しかし南夏個別に、それよりふい南のこれ以上俺は森村いい殺す。それで森村ま冬坂と出会った朝、部室によると言っていた生徒も南夏のではなかった。明日の放課後部室棟へ行ってみるか。冬坂はまだ正門で俺を待っていたな。だがまた物騒なことになるかもしれない。これ以上彼女を巻き込むわけには。冬坂の言う通り黒服が校内を張っている。先に物質を調べるか。こっちもか。の、も、け、さん。どうやら俺の方、彼女、俺は南、彼女がユニ古い方、通信ちょっと、陸上部の部員はどこにいる。私たち、陸上部ですが、何か南夏野という生徒を探している。南外周走りに行ってまだ帰ってきてないよね。そうですね。外周ありがとう。俺は俺の荷物と言ってメッセージを持ってきたあの子、やはりこの学校にいたのか。からかっているのか。何か企んでいるな。南夏野か。てめえ！なっちゃんに何しやがる。待って、ゆきちゃん。だってこのバカ、なっちゃんに銃を。二人ともやめて。わかったよ。俺を知っているな。どういうことか教える気はあるか。東雲と同じで本当に忘れてるんだな。おかげでお前がわからない。今は誰の味方なのか。お前たち、俺をこんな場所に誘い込んで何を始める気だ。目的は彼でしょ。彼
これは前に俺の映像を映した。違う、お前に渡したのはこいつじゃない。特務機構が用意した別のユニットだ。ああ言えと指示されたんだよ。特務機構、黒服たちさ。お前は一体何者なんだ。ユキ、高宮ユキだ。黒服の関係者か。厳密に言えば違う。ではなぜ奴らに協力をしている。仕方がねえだろ、なっちゃんが目をつけられてる。黒服があの映像を俺に。なぜだ。高宮ユキ、土手でユニットを俺に渡した女だ。記憶を失う前の俺を知っているようだが。これはあの声の言うデータユニットか。あなたにメッセージがある。メッセージ？あなたに見せてって彼に頼まれたから。なっちゃん、君がメモリを一時的に消去したのは俺のせいか。そんな、彼なり予言は渡せない。俺がイダとグルデン、お前を騙していたこともみんな知っていたんだな。知らないだろうが、君が嘘をかけたんだ。そうか、解析が終わっていたあの記録データを見せなかったのは俺を思ってか。知らないでいいこともある。いいや、知るべきだ。俺の過去、どんな汚い男かを。このメッセージから記録をリンクしてくれ。責任ながら頼むよ、ミオラ。2188年のあの記録を。それでターゲットは、ナノマシン研究の第一人者、森村千尋だ。入門者の元幹部だな。会社を去った後、四季島のプロジェクトに参加させていたが、中止になった後も警告を無視して続行している。計画が我が社に与える損害は甚大だ。違うな。何？あんたが推し進めた入門者の買収には裏取引で多額の闇資金が動いた。何を根拠に。森村の宇宙計画は買収における12の看板計画の一つだが、あんたたちは資金の偽装に使った。ところが用済みになって頓挫させた森村の計画を国際機関が拾い上げる可能性が出てきた。そうなれば当然調査が入る。あんたの地位も危ういわけだ。関ヶ原、脅しているのか。まさか。俺は殺し屋だ。仕事を完璧にするため詳細な情報が欲しいだけだ。建設中のコロニーセクター4に彼女の研究室がある。私も来月視察のため軌道に上がる。それまでに潜入して秘密裏に処理しろ。セクター4のセキュリティ情報と警備員の身分 ID を送った。森村千尋を消してプロジェクトを止めろ。まずはクレジットを確認してからだ。どういうことだ。森村ってあの先行だろ。未来からあいつを殺しに来たのか。しかもメガネ野郎と飯田とつるんで何をやってたんだ。俺が殺し屋。やはり森村はまさか冬坂も狙っていたのか。三浦を騙していた。命令権限の変更のことか。いや、
違う。来たか。ドローンで俺を見ていたのか。見つけたのは偶然だよ。君と同様に私も今は死人で通ってる。セクター2の戦闘以来ずっと姿を隠しているんだ。あの2064年の戦場で誰が DD426 を使ったんだ。よく調べたな。君の騎兵が感染源だから、今は君が犯人だったとされている。そのようだな。犯人が誰かは分からない。だがあの敗戦で森村千尋はイージス作戦を決めた。イージス作戦？何が変わったんだ、このありさまだぞ。セクター3は実験場として使われた。ターミナル一箇所だけだが自己防衛機能の起動に成功している。本番はセクター4だ。1980年代。ターミナル全てを自己防衛機能で封じる。それがイージス作戦だ。そしてそうなればループ不可能となる。ループというのは時間を戻ることだろう。転移とは違うのか。この世界は生まれてまだ15年しか経ってない。君のいた2064年も2049年より以前は存在しないんだ。存在しない。だがここは2025年だろ。過去でも未来でもない。5つのセクターはそう作られた。別の世界から君たちが来た時に。適当なことを言うなよ。その別の世界とやらを証明できるのか。三浦から記録の話を聞いたはずだ。記録？2188年の記録だよ。私もそのデータを調べていて分かった。どうやらそこが本当の世界で我々はいずれ戻るはずだった。だがなぜか戻る時が来る前に世界は滅ぼされる。狙ったのでなくいたずらだったとしたら恐ろしい事故だ。我々が怪獣や D と呼ぶ侵略者が全セクターの中枢を制圧したとき、5つのセクターがリセットされ世界はもう一度作り直される。もちろん君たちもだ。私と森村は時間を戻ったわけじゃない。そのリセットを飛び越えてきたんだ。その薬を森村に届けたのは君だろ。泉と東雲君のため。君たちは回復の見込みがない。だが助かる方法はある。何？記憶が消える前の君たちを作り直された世界に連れて行ってやろう。 DD426 の作用もできるのか。それで俺に何を望む？ループだよ。イージス作戦を止めもう一度やり直す。協力してほしい。まだ私の話を信じられないか。ああ。記録を見れば真実だとわかる。17番騎兵を見つけてほしい。
彼がコピーを取ったのは分かってる。次の世界でも役立つデータだ。手に入れたい。そこにドローンがあるだろう。ドローン？これか。おっと、まだ起動させるな。それはただのドローンじゃない。彼だ。三浦？彼は騎兵がランダム転移する前、自分をそのドローンに移して脱出した。セクター2で保護したんだが、どうやら協力を拒まれた。君が私から助け出したことにしたまえ。なんだと？君が一芝居打って彼からデータを引き出すんだ。騙せというのか？なぜか17番騎兵の命令権限が私でなく彼になっていて、17番の追尾も協力しろ。もちろん三浦も連れて行く。何より君と東雲くんのためだ。さて、学校のゲートは建物が崩れて使えない。そこの奥に新たな座標をセットした。君が使うといい。待てよ、俺はまだ。彼に悟られないよう組織に君を追わせるが、部下に事実は伏せておく。捕まるなよ。私はセクター4に戻る。いや、三浦、無事でよかった。